皆さんこんにちは、とうちゃんです。今日はママお休みの日ということで一緒に朝のお散歩に行ってますが、明らかに父ちゃんとお散歩するよりテンションの高いブーともこ。なんだよお前たち。あれ、ティアラ？本当だ、ティアラだ。我が家には3年前までティアラという名前のミニチュアダックスがいたので、ダックスちゃんを見かけるとご覧の通りです。ごめんね、かわいいダックスちゃん。イチョウの絨毯を歩く朝の散歩道。父ちゃんこの道好きなんだよな。お、またお友達いた。ってことでご挨拶ご挨拶。葉っぱくわえて遊ぼうって言ってる。かわいいなぁ。遊んでくれてありがとう。また会おうね。いやー、しかしうちのママは歩くのが早いから父ちゃんいつもついていくのがやっとです。散歩というよりウォーキングに近いかも。途中コンビニでコーヒー買う父ちゃん。いやー、お待たせお待たせ。なんだよ自分ばっかり。遅かったからまた店員さんと喋ってたんでしょう。最近お前たち口うるさくなったな。お散歩から帰ってブーモコ朝ごはん。今日のおかずは何だろうね。いや、早起きしたら父ちゃんもお腹空いてきたな。でも16時間ファスティング中なので我慢我慢。いいなお前たちはご飯食べれて。父ちゃんにも少し分けて。ってことで、今日もいい一日でした。